昨日、広州で起きた爆発は、共産党幹部を狙った、はい。クーデターですかと。クーデターですはね。い。教えてください。中国共産党幹部、特に農村の幹部ですね。ほんまに農村の幹部、日本だったら、钦佩啦、日本の钦佩啦、ね、ほうまた優しいです。まあ、どしですよ、どし。幹部たちは、農民対するほんまにドレミタイ使います。この広東省の爆発の事件ですね。ね、爆発事件あったら、中国人あったら、あ、これ共産党幹部元死んだらいいなと思います。今、海外たくさんの中国人の人団内斗上で、結構この、村民ね、国民は、この爆発事件は、やっぱり国民、ね、大部分国民をいじめられたですね。いじめられた、最後は仕方ないから、命かけて幹部たちも一緒に死ぬとかね。このような事件ものすごく多いですよ。とても多いです。はい。この状況ですね。はい。ね、救急車いても、まあ、この59歳の江さんと言われるの、名前江さんの方ね。その事件が多いです。まあ、私たちね、慣れました。まあ、ほぼネット上見たら、海外の、国内のネット上ね、まあ、海外から見たら、まあ、今日は広東省、明日は福建省、明後日は北京とか、ね、某天明後日は辽宁省とか、毎日爆発事件があります。みんな共産党幹部悪いことしてから、国民我慢できない。たくさんの国民も、もうほんまに我慢できない時に自分は自殺か、相手殺すか、ね、この状態ですね。毎日事件があります。はい。このことですね。まあ、現場はめちゃくちゃ爆発されてね。ね、5人すぐ死んだから5人が負傷しましたと。はい。特に火薬を作るとか、どういうふうに火薬を作るとか、ネド上で、まあ、ネド見るの人大体わかるから、教えます。何々材料入れるとか、どこでも材料売ってるから、材料買ったら自分で、ね。もしこの人は59歳の犯人ですね。まあ、言われる犯人です。この方は、もし、人民解放軍の退役軍人ならば、ね、火薬を自分で作れるから。この状態ですね。はい。はい。これが中国になったら、現在の中国ね、爆発事件が多いです。まあ、あちこちがあります。これが普通のことですね。はい。ありがとうございます。はい、国の中国共産党の幹部じゃなくて地方政府の幹部を狙った爆発事件そうですでかすね。ね。地方政府幹部とか、あとは、現、例えばこの現、あの現、現の幹部とか、まあ、とにかく共産党の幹部たちは、いい人は少ないです。農民たち、国民たち、ずっとね、国民たちはニラですね。